黒森美奈緒です。昨日私が動画を出したすぐ後にですね、スパガイという人が例の給水塔の付近をドローンで空撮するという動画をアップロードしてくれました。この人は普段はエルビス・プレスリー関係の動画を作っている人なんですが、私は以前この人の出したマリリン・モンローの住んでいた家を空撮するという動画をね、見たことがあります。その人が今回ペンシルベニアまで行ってドローンを飛ばしてくれました。この事件が起こった現場がどんなところかよくわかる映像ですので、しかも短い動画ですので見ておいた方がいいと思います。本当にのどかな田舎で、周囲に高い建物がなく、ほとんど長距離の狙撃なんかできないということがわかると思います。それではドローンが給水塔のタンクの高さまで来たところから再生してみましょう。こちらが例のタンクですね。そこからドローンを回転すると、すでにステージも観客席も撤去されていますけれども、まさにここですね、矢印の場所にトランプさんのステージがあったんですね。そしてこちらが犯人のいた場所、トランプさんのいた場所の場面まで動画を戻しましょう。ここですね。当時は実際は木の向こうにスクリーンがありました。これを書き加えるとこうなると思います。スナイパーもいました。3箇所のスナイパーから狙われてしまう位置だということがわかると思います。この高さまで犯人がライフルを背負ってはしごを登り、撃った後はスナイパーの反撃を受けずに撤収し、はしごを降りて無事に逃げた。そんなことがあるのかどうか。またお会いしましょう。黒森美奈緒でした。